はい、どうも皆さん、こんばんは、レブシンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ツインズを使ってプレイします。はいですね、今回はバージョン 7.7.0 のパブリックテストビルド BTB に来てるんですが、こちらでこのツインズに大幅な調整が入ったということでね、実際に見ていきたいと思います。さあ行け、さあ行け、回しますね。痛い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 、はい、危ない危ない。よしよしよし。いいよ。うわっ。あんまツインズ使わねえから。よいしょ。はいはいはい。はいよ。はい、オッケー。はい、まあそんな感じでね。まあ今回この、パブリックテストビルドでこのツインズに。まあ、かなりの変更が加わりました。うん。大幅調整なんでね、かなりの変更が加わってて、まあ、例えば弟のビクトルを出すのにかかる時間が短くなったりとか、まあ、ビクトルの飛びつきチャージにかかる時間が短くなったりと、まあ、細かい強化もいろいろあるんですが、中でも特筆すべき点は、さっきちょっと一回見せたんだけど、ビクトルの飛びつきで無傷の生存者にしがみつかないようになったっていうところですね。はい、しかもビクトルの飛びつきが成功後蹴られないようになりました。あ、やばい、これは蹴られます、失敗したんで。これはもう蹴られて当然。これはもう蹴られても文句は言えない。はい、よいしょ。本来というか、まあ調整前の、まあ、今の本サーバーのビクトルは、いいよ、こうやって飛びついた後くっつくんですよ、しがみつくんですよ。はい、でも強化後というかこの調整後は無傷の生存者にはしがみつかないんですよ。でもこうやってダウンした生存者にはしがみつきます。はい、よいしょ。だから連続して負傷をばらまいたり、ね、そのまま追い切ってダウンを取ることが、まあ、容易になった、まあ、可能になったという、これがめちゃくちゃ強いと。調整後のツインズはもう化け物です。ちょっとやってみせるね。いくよ、はい、こうやって無傷の生存者だったら、はい、おいー。今追い切ってみたんだけど、こんな感じでね、ちょっとやめて、一瞬で落とし切れちゃう。今までだったらしがみついてたから、ツインズのビクトルによる連続攻撃みたいなのはできなかったんだけど、今ビクトルでそれが可能になったんで、落とし切るのがすごいね、早くなった、強くなったというか可能になったってわけですね。いいよ、はい。で、このまましがみつかないから、こうやって負傷ばらまきいってもいいし、さっきのネアみたいに追い切ってもいいし、みたいな。あ、やばい。うっ、危ねえ。はい、オッケー。そんな感じでね。無傷の、生存者にはしがみつかなくなったけど、代わりにダウンさせた時に生存者にしがみつくようになったって感じですね。逆になったんですね。で、しかもしがみついてる間、姉のシャルロットの移動速度が 10% 増加するっていう強化も入ったので、ダウン取った後にそのダウンした生存者の元へね、より早く行けるようになったと。まあ、そっち向かわないで、目の前に生存者いたらそっちを追いかけてもいいしね。10% 早いから。いいよ。まあ、ちなみにね、この効果はね、ロッカー入ってる生存者をビクトルで見つけた時も発動します。はい。殴る。ほら、こうやってすぐ、はい、別のサバイバー見っけて、こっちにも。
はい、こうやってね、強いでしょ。はい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 、どこだどこだどこだ。こんな感じで負傷もねばらまけるんよ。いい、はい、で 10% の加速効果ついてます。いたよいしょ。で、あのダウンしてる生存者にビクトルがしがみついた時は、他の生存者が蹴るか20秒後に、自動で戻ってきます。はいはいよー。で、そのしがみついてる間、さっきも言ったけど加速効果が入るから、まあ、生存者はダウンしてる、他生存者に、ビクトルがしがみついてた場合は、まあ、蹴り行ってあげた方がいいかな、加速効果が入るから。はい、うダメなの今の、危ねえはい、オッケー。はい、すごいでしょこれ、めちゃくちゃ強くない、追い切りが。一回ビクトルで飛びつきして負傷させてから再度ね、追いかけて、要は追撃してダウンまで持ってくまでのペースがもう比にならない。ナースやブライトみたいな高速戦闘ができるから半端ないでしょ。はいはい、で加速効果入ってるからこのままこっち行って、で追い切りも強くなったし、負傷ばらまきも強くなってるって言ったじゃないですか。負傷ばらまきもの性能もえげつなすぎて、リージョンの狂乱、グレンの狂乱並みだから、あのね、生存者がね治療しまくるわけなんだけどね、負傷ばらまきした後、まあ、生存者たちはもちろん治療するじゃないですか。でその分やっぱ発電機全然回んなくなるし、で回復されてもまたすぐ負傷ばらまけるんでかといって回復しないで負傷の状態で放置してるとね、高速でビクトル飛びついてくるから、そうもできないし、非常にね、あのぶっ壊れてますマジで。このツインズ、調整後のツインズちょっとイカれてますね。これ間違いなく弱体変えると思います。このまま実装はさすがにないでしょ、さすがに十中八九ね。PTB のエクセキューショナーとか PTB のトリックスターみたいに強化入れたはいいものの、ちょっとやりすぎたわっつって弱体化入るパターンですねこれ。はい、さすがに強すぎるこれは本当に大げさじゃなしにナースブライト級ですこれ。本当にナスブラ級の強さですこれ。本当に最強格ですねこれマジで。いいよ、すぐ行っちゃうんだから、ほら、いいよ、つはははは、板も関係なし、しかも加速効果がついてね、到達しやすくなってると。おい、これチェイスやばいでしょ、まあ、そもそもとしてその、まあ、調整前もビクトルとのチェイスって難しかったじゃないですか、そもそも。それがねより強力になっちゃってんだからやばいよマジで。いいよ、はい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 、こっち行ってるね。まあ追いかけてもいいけど担ぎに行くか。よしよし、この 10% 加速入ってるうちに、はいはい、
よいしょね。まあ、ちょっとね、説明交えて、まあ、ちょっとあの見せるプレイをしてるので発電機バンバンついちゃってはいるものの、これ一人ずつもう速攻落としていこうと思ったら多分発電機回す余裕マジでないと思う、生存者に。いいよ、こっちでしょ多分。はいよー、どっち行った、蹴り行ったか、これ。こっち逃げたかな、足跡のつき方的に。ここついてたよね、どこ行ったんだろう。まあ、いっか、吊るしまーす。えっほっはい。で、吊るしてこの人死んじゃうから、もう一人とハッチ対決ですね。はいよ。さあ、どこかな？いけ！いけ、ビクトル。あ、またストーブが、すいません。どこだこれ。どこだ、いないな。うわ、逃げられちゃった。くっそー、逃げられちゃったな。はい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。今日はデッドバイデイライトのキラー側ツインズがこれ大幅調整入ったということでね、使ってみたんですけど、あのマジで強いです、本当にマジで強いです。でも、まあ、断言します、このまま実装はないでしょさすがに、はい。このまま実装はないと思います、さすがに強すぎるので。チェイスできないよ本当に。ビクトルって移動速度が 6. 点いくつとかだから、もうチェイスとかそもそもできないじゃんビクトルと。それがものすごい追撃しやすくなって追いかけてくるようになったんで、やばいっすね。はい、まあそんな感じでね、まだこのまま実することないと思うから、まあ、あんま気にしなくてもいいけど、まあ、めちゃくちゃ強くなったよってことですね。はい、以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。